こんにちは、ルミです。今日2022年の7月9日0時10分ぐらいです。コメントにあった質問について、コメントでやり取りしてたんですが、なんていうんですかね、表示が見えなかったり、私が書き込んだコメントがまた表示されなかったりと、不安定なので、改めて動画を撮っています。その方は1年半ぐらい自分で前立腺を刺激してるんですが、ドライオーガズムには至らない。年単位、あれこの話したな。まあ年単位かかる人はいますか、いますの話で、もう少し詳しく書いていただいたのかな。エネマグラではない棒状のものをお尻に入れて、その際に白い粘り気のある精子の匂いがするようなものが出るというお話だったので、その際の手の動きですね、そこを改めて、コメントで教えてもらったら、気筒を優しく触ってる、それは勃起させてる方が前立腺に触りやすいからというお話だったのですが、その方の場合で言いますと、気筒に触るのが早すぎる、そのせいで、射精してる感じですね。その前立腺の刺激だけでも射精はするんですよね。そのいわゆるところてんっていうやつなんですが、私が今まで、前立腺マッサージをお客さんにしてきた中で、ところてんの状態になったのは、はっきり覚えてるのは1人、あとはまあ 2,3 人って感じですかね。でその時の感想を聞いたら、そんなに気持ちいいものではないみたいな、なんかこう無理やり出さされたみたいな感じがあるみたいですね。で、性感エステ始めた頃に、そのお客さんはですね、絶対に射精させられるという自信がまだなかった頃ですね、そのお店の女の子たちと前立腺マッサージすると射精するらしいよみたいな。で、やっぱ皆さんこうどうやって射精させようかみたいなところをすごく試行錯誤してて、やっぱ行かせられないで終わるっていうこともあるから、なんていうんですかね、そこの前立腺だけで射精させることができればいいよねみたいな話をねしたことがあるんですね。でお医者さんに行って、前立腺の検査かな、なんかどっかの機能があれな時に、前立腺をこうお医者さんがグリグリグリってちょっと強めに刺激することで強制的に射精させて何かを調べるっていう検査があるんですけど、それを経験した人が、やっぱりちょっと強めに触られるから痛さもあるし、その無理やり出さされるから気持ちいいわけではなかったみたいなことをやっぱり言ってましたね。で、まあ話は戻って、そのコメントをくださった方は、チンコを触るのが早すぎるって感じですかね。前立腺でのその棒が入った状態で前立腺で快感を得る前におちんちんを触ってしまうと、
おちんちんの方に快感のスイッチが移ってしまうので、前立腺の開発難しいですね。私もプレイ中に気筒の快感を使ってドライオガズも誘発させる時はありますし、やりますが、最初から気筒は触らないですね。指を入れて、10分15分お尻刺激しつつ、フェザータッチで体を触っていって、一番いいのは乳首なんですけど、腕の長さとかお客さんの身長とかで届かない時もあるんで、その時はもう玉を触るんですが、基本的には前立腺と乳首はセットで触りますね。で、なんでかっていうと、乳首を触るとですね、丹田のあたりが、こう収縮するようになっていくんですね。そうなるとドライオガズムになりやすくなっていくので、乳首の開発はすごい大事です。で、15分ぐらい乳首を触った後、できたら乳首と前立腺を同時に優しくですね、触ってもらって、飽きたら普通に手こきしてもらって、射精で終わってもらっていいとは思いますが、そのコメントの中に、勃起してる方が前立腺が触りやすいって書いてあったんですが、結局前立腺はその棒みたいなものをが刺激してるわけなんで、勃起する必要はないですね。し、その棒みたいなものを動かすのって結構体の反応なので、気筒の快感による体のこのピクみたいな動きはすごい大事なんですが、ちょっとしばらく待っていただきたいなと思います。そしてできればその棒を入れる前に、ご自身で自分の体をフェザータッチで触っていただいて、感度を上げてから棒を挿入していただければ、もっと違ってくるかなとは思います。今日はこんな感じ、ルミでした。